サチでーす。こんにちは。今日のテーマなんですが、女性のセックス満足度を発表しますということでですね、一般素人女性30代から40代の女性のリアルな、セックス満足度の声をお届けしたいなと思っております。パートナーとのラブライフを今よりももっと充実させたいなという方は、男性の方も女性の方もぜひ最後までご覧ください。みんなね、セックスってパートナーとしてると思うんですけど、なんか回数がねバラバラだったりとか、する時間がバラバラだったりとか、内容がバラバラだったりとかね、いろいろあると思うんですが、実際にパートナーとのセックスにみんなどれぐらい満足してるんだろうっていうのを気になっていて、私でね、いろんな女性にお聞きしたんですよ。で、100% 満足してるよっていう女性ももちろんいました。もちろんいた。100% 満足ですっていう女性ももちろんいたし、逆にもうほんと不満しかないみたいな、満足度で言ったらもう 10% あるかないかだよぐらいな方もいました。で、平均でどれぐらいかっていうと、だいたい75%から80% ぐらいが多かったですね、満足度っていう女性が多かったです。で、こういう話をすると、なんか男だって満足してないよとか、そういうことをね、言ってくる方もいるんですけど、私は女性の本音を、お伝えしているということなので、男性のご意見もわかるんだけど、女性の本音を発信しているチャンネルだということを、踏まえた上で動画をご覧いただきたいなと思っております。男性の意見もね、あると思うよ。もちろんそれはね。それもちろんあるんだけど、私のチャンネルはあくまでも女性の本音をお伝えしますというチャンネルですので、そこをご理解いただいた上で、ご覧いただければと思います。でね、その女性が、どれぐらい満足してるのかっていうのが、だいたい75から 80% ぐらいっていう方が平均で多かったかなと思うんだけど、そのね、不満な部分っていうのが、じゃあどこ、一体その残りのパーセントでどこが不満なのかっていうところね、それをね、考えてみましょうねっていうことで、いろんな意見があったんだけど、大体多かった意見っていうのが、まず一つ目は、回数です。回数。その回数っていうのは、その一回のセックスで何ラウンドできるかっていうことではなくて、そのセックスをする回数ですね。一ヶ月にだいたいどれぐらいするのかっていうので、だいたいやっぱ理想は週に一回はしたいなっていう女性が多かったんですよ。で、これが多いと感じるか少ないと感じるかっていうのはまた人それぞれだと思うんですけど、やっぱ平均で考えると週に1回ぐらいできたらいいかなっていう女性が多かったです。で、これってきっとそのね、週に1回とかお泊まりデートして会った時はしたいなみたいな感じだとは思うんですけど、もちろん今ね、同棲してる方とかもいると思うんだけど、週に1回ぐらいできたら嬉しいかなっていうのが、その私がお話を聞いている、年齢層の女性の意見として多かったものですね。だからね、週に1回、私もなんか最低でもやっぱ週に1回はしたいなって思うから、なんかそうだよねって思うんだけど、逆になんか週に1回やっぱできてないっていうところでその不満だなって感じてる人が多いみたいで、疲れてたりとかもあるし、今ね、コロナとかもあるから週に1回会えないっていうのもあるのかもしれないんですけど、そういう回数の部分でちょっと満たされてないよっていうご意見があったっていうのと、あと、二つ目は、これね、テクニックの話になってきちゃうんだけど、前戯でちょっと満たされていない部分があるというところですね。でね、結構女性が、前戯で満たされてないなっていう人で多かったのが、そのね、女性器に指を入れる、ね、いわゆる、指マン、手マンという行為が、あまり気持ちよくないというご意見が多かったですね、前戯に関しては。だからね、そこをどういう風にしていったら女性が気持ちいいって感じられるのかっていうところを、ちょっと私今後ね、もっと細かく男性に向けて発信したいなとも思ってるし、女性も
もっと自分がどういう風にしてもらったら気持ちよくなれるのかっていうことを自分自身でも知っておいた方がいいと思うので、女性ももっとこう自分の体を開発するというかね、知っておいた方がいいのかなっていうのを感じたご意見ではありましたね。で、あともう一つ、その女性が満足できないっていうので多かったのが、男性の方ちょっとショック受ける方もいるかもしれないけど、早漏というところでした。パートナーが、行くのが早すぎてちょっと不完全燃焼のままこっちは終わってるよというご意見がありましたね。そうなのよ、結構なんか早漏で悩んでる男性も多いんだけど、女性もパートナーの早漏で悩んでるというか、ちょっとそれで満たされないよというふうに言ってる方が多かったかなという感じですね。でも、そのさ、やっぱさ、前儀で満たされてないっていうのと、早漏っていうのがやっぱセットだったんですよ。で、結局さ、もうなんか、前儀で満たされてたら、まあ、挿入時間が多少短かったとしても、それはそれで満足できると思うんだよね。だから、やっぱこう前儀でどれだけ満たされるかっていうのは結構こうセックスの満足度につながってくるのかなっていうのを今回女性のね、女性とお話ししていて感じたところではありましたね。だからまあ男性もさ、早漏ですごく悩んでる方って多いと思うんですよ。私も実際なんかご相談いただいたことあるしね。だからそこはわかるんだけど、でもやっぱね、私のパートナーもすっごい遅漏っていうわけじゃないから、だからね、早い時ももちろんあるし、だけどなんかそういう時にやっぱ前儀で満たされていれば、まあなんか早く行っちゃってもでも前儀で気持ちよくなれたからっていうところで、良かったなとは思えるんだけど、でもやっぱその前儀がない状態、そんな前儀がなかったりとか、あとは前儀でちょっとね、不完全燃焼だった場合、こっちが、そういう時に早く行かれちゃうと、ちょっとなんかやっぱ、ああ、もうちょっとしたかったなっていう気持ちにはなるので、だからね、そこはやっぱこう前儀がすごく重要なんだなっていうのは感じましたね。前儀でのその女性をどれだけ満足させられるかっていうのはすごく、前儀の満足度イコール、セックスの満足度って言っても過言ではないっていう感じはしました。前儀すごい大事だなっていう。大体ね、やっぱその満足してないっていう女性の理由が、やっぱその前儀っていうのと、挿入時間っていうところが多かったので、まあ、あとは回数だけど、回数ってやっぱね、会えなかったりとかっていうのもあると思うから、まあでも、ね、そこはお互いね、どれぐらいのペースでしていきたいのかっていうところもね、一番やっぱコミュニケーション取れたらいいかなとは思うんですけど、そんな感じで、まあ女性が、女性の満足度っていうのをリアルな、声なんですけど、こんな感じでした。ぜひ参考にしてみてください。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。私の SNS のリンクなど概要欄に貼ってありますので、ぜひ概要欄の方もご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。